Hiroshi Hayashi's line theory is a theory that proves that they were created artificially, not by nature effect, by proving that it is impossible that they were created by nature. Here is an example of a line that connects Easter Island, Moria Island, Tahiti, Pompeii Island, Guam Island, Lumbini, where they say Buddha was born and raised up, Mohenjo-daro, and Mekakava. These places are on the same straight line, and you may say that it is just a coincidence that they are on the same straight line. But how many times can you say that it's just a coincidence before you realize it is not? I just wonder.一本の直線が作る不思議な位置関係を、それをさまざまな方向から検証し、それが偶然ではありえないことを証明しながら、つまり自然によってできたものでないことを証明しながら、それらの位置が偶然にではなく意図的に配置されたことを証明していくのが林浩司のライン理論ということになります。今ご覧いただいているのはイースター島から始まり、西回りにタヒチのモーリア島、ポンペイ島、ガム島、そしてブッダが生まれ育ったと言われているルンビニ、そしてモヘンジョダロ、最後にメッカ・カーバラインということになります。これらの場所は偶然ではありえないという確率で一直線に並んでいます。つまり私林浩司はこれらの地点は意図的に配置された地点であると判断しています。わかりやすく言えば、偶然ではありえないということを証明しながら、偶然ではないと証明していくのが私林浩司のライン理論ということになります。続く動画をどうかご覧になってください。 Bye for now. According to the official website of Walt Disney Production, it writes that Bald Mountain is actually based on a real mountain in Slovenia, Mount Triglav. It is where the supernatural dwell, as well as the black god himself. The Bald Mountain has always been known as a source of darkness in the Disney Fantasia since the sequence in Fantasia.What it writes here is, however, a lie, since there is no mountain in Mount Triglav, Slovenia, a mountain which resembles the Bald Mountain in Fantasia. Why and why? Walt Disney Production の公式ホームページによれば、ディズニーの代表作であるファンタジアの中に出てくるボールドマウンテンはスロバニアにあるトリグラフ山であるということになっています。そこは黒い神のみならず超自然が住むところだそうです。ボールドマウンテンはディズニーの一連のファンタジアの中では暗黒の源泉としていつも描かれています。しかしトリグラフ山のどこを探してもボールドマウンテンと同じあるいはそれに似たような山はありません。ないものはないのです。いくら探してもありません。つまり、このディズニーの公式発表は嘘ということになります。が問題は、なぜこのような嘘が書いてあるかですね。理由は簡単。これはウォルト・ディズニーにとっても、その向こうに致命的な謎が隠されているからです。つまり、嘘を書いてまで隠さねばならない重大な秘密がそこにあるからです。広し林、浜松市、ジャパン。
It is very strange to know that Walt Disney drew the same Devil's Mountain in his work, Fantasia, the same mountain as the mountain in the Annunciation, painted by Jesus Christ after 1500 years under the puppet name of Leonardo da Vinci. Both of the same Devil's Mountains, about which only I, Hiroshi Hayashi, know. This indicates two alternative possibilities. One is that Walt copied the mountain in the Annunciation, or another one is that both mountains were painted by the same artist, or Jesus Christ after 1500 years and after 2000 years. Walt Disney は代表作ファンタジアの中で1500年後のイエスが書いた受胎告知の中に出てくる山と同じ山を書いています。ダヴィンチなる操り人形が書いたのではありません。1500年後のイエスです。共に悪魔の山です。受胎告知の山が悪魔の山であることを発見し、それを知っているのは私、林博士だけです。ここが重要です。ウォルト・ディズニーはファンタジアの中で悪魔の山を描きました。悪魔の山です。一方、1500年後のイエスは受胎告知の中で同じく悪魔の山を描きました。その中に表現されているマリアとガブリエルなる天使は 1+1=1 の魔女です。その証明は別のところで私、林博士がしましたが、その受胎告知の中に出てくる山はウォルト・ディズニーの描いた山と一致します。左右反転はしてありますが、一致します。つまり、ウォルト・ディズニーは、受胎告知の中に描いている山が、悪魔の山であることを知っていたことになります。が、そのこと、つまり、受胎告知の中に描かれている山が、悪魔の山であることを発見したのは、私、林博士であって、私がそれを発見するまで、それを知っていた人はいません。もちろん、ウォルト・ディズニーですら知り得なかった事実です。となると、可能性は二つです。わかりますか？一つは、ウォルトが1500年後のイエスの書いた山をコピーしたか。あるいは、2000年後のイエスがウォルトを操り人形として悪魔の山、つまり、ボルト・マウンテンを書いたかの、どちらかだということになります。広島市、浜松市、ジャパン。ここが重要ですからもう一度画面を見ながら説明します。左の山が受胎告知の中に表現されている山です。そして右下二人の人物に注意してください。これはですね、1+1=1の手法でですね、二人の人物合わせて一人の魔女、すなわちマリアであることを示しています。林博士が証明しました。そして右がですね、ウォルトが代表作、ファンタジアの中で書いたボールズマンテン、すなわち悪魔の山ということになります。この両者は全く同じということになります。ここが重要なポイントですから皆さん自身で確認してください。全く同じです。となりますと、ウォルトは左の絵をコピーしたかということになりますけども、しかし、ウォルトはこの山を同じく悪魔の山として表現しています。となると、ここでおかしなことが起きるわけですね。受胎告知の中の山がですね、悪魔の山であると証明したのはこの林博士であって、私以前には誰も知らなかったはずです。もちろん、ウォルト・ディズニーも知る由もなかったことですね。が、なぜ、ウォルト・ディズニーはですね、この山を悪魔の山としたかってことになります。すなわち、悪魔の山であることを知っていたってことになります。となりますと、ウォルト自身がですね、書いたのではなくて、もう一人その上の人物、すなわち、1500年後のイエスではなくて、2000年後のイエスによって指導され書かれた絵ということになります。もう一度繰り返します。左の受胎告知の山はですね、これは1500年後のイエスによって書かれた絵ということになります。そして同じく2000年後のイエスが右の絵を書いたということになります。共に同じ山で同じ悪魔の山ということになります。ウォルト・ディズニーの謎は、底なしに深いということになります。続く動画、どうかご覧になってください。Bye for now! Reach an unreachable star. Walt Disney knew what Da Vinci was. ディズニーはダヴィンチの正体を知っていた。今日は大変ショッキングな話をします。これは
ディズニーの代表作ファンタジアですね、大ヒット作です。これはシリーズで出ていますが、このファンタジアの中には大変奇妙な山が出てきます。悪魔が住む山です。これがその山ですけども、ボールドマウンテンと呼ばれています。これがあのファンタジアの主題にもなっているわけですね。言うなれば悪魔城です。これ反転しました。いや、これと同じ山がですね、実はレオナルド・ダ・ヴィンチの絵の中にあるのです。これが受胎告知と言われているダ・ヴィンチの中でも代表作ですね。解体の中でもその中央に書かれているのがその山なんです。なぜウォルト・ディズニーはこの山をファンタジアの中で悪魔の山としたのでしょうか。百聞は一見にしかず、皆さん自身で比べて見比べてみてください。左がダ・ヴィンチの受胎告知の中の絵です。右がディズニーのファンタジアの中の山です。ほんのわずか書いてありますけども、基本的な構図は同じですね。それでディズニー自身はですね、この山をスロベニアの山をの中の一つを書いたというふうに公式ホームページでは説明しています。トリグラブ山の山、スロベニアのトリグラブ山だというわけですね。トリグラブ山で、私はですね、このトリグラブ山を隅から隅まで調べました。2日かかったぐらい、まあそれほど大きなね、あの山じゃありませんので、調べられるんですけど、2日ぐらいかかって調べました。しかしファンタジアの中に出てくるような山はありませんでした。皆さん自身もで一度調べてみてください。これが、まあ、スロベニアのですね、トゥリグラブ山です。まあ、似てるかなと思う写真を集めてみたんですよ。まあ、これがディズニーの公式、ウォルト・ディズニーの公式ホームページで紹介されているトゥリグラブ山。この中の山の一つをですね、悪魔の山としたと、まあ、公式のホームページでは説明しているわけであります。しかし、ないものはないんですね。ただ山というのは見る角度によって非常に姿を変えますから、その辺は注意が必要です。ですから、まあ天を打ち四方八方から調べてみましたが、同じような山は見つけることができませんでした。が、水さんという方からですね、大変奇妙なピラミッドを教えていただきました。まあ、この山、ピラミッドがですね、いわゆるダ・ヴィンチの絵の中のピラミッドに山に似てるってわけです。で、調べてみました。これがそのピラミッドなんですね。高さが551メートルあります。海の中の部分を含めますと、おそらく1000メートル近いこうした山なんですね、ピラミッドなんですね。で、皆さんこれ見られて自然のもんだと思いますか。私は自然にできたと思う方がおかしいと思います。溶岩の山なんですね。先がとんがっています。いかにもという山なんですね。ピラミッドなんです。高さが今も言いましたように551メートルですよ。551メートルですよ、海面から。火山岩のみでできた島群の中では最も大きいものであると。どうしたらこの火山がこんな風に吹き出してこの山を作るかということですよね。これがダ・ヴィンチの絵です。で、この今ボールスピラミッドと比較してますと確かによく似てるんですね。そこでダ・ヴィンチは何を、どこの島をモデルにして描いたかということなんですよね。ダ・ヴィンチは、私はこの島をモデルにして描いたというふうに
確信しています。それには2つの理由がありますが、その理由はもう少し後で説明させていただきます。皆さん自身で判断してみてください。で、ダヴィンチはですね、これがダヴィンチの絵ですね。で、それを真似てウォルト・ディズニーは悪魔の山としたわけです。で、ダヴィンチはこの山をボールズピラミッドを真似て描いた。オーストラリアのですよ。その理由はですね、というか皆さん ただ単なるこれを偶然だと思われるかもしれませんけども、その理由はですね、この地図を見ればわかるんですね。フロレンスから、まあ、フロレンスね、フィレンツェですから、カタトゥジューダに線を引きます。で、カタトゥジューダからボールズピラミッドに線を引きます。共に極めて重要な、まあ、キーポイントですね。そこでもう一度ダヴィンチの絵を見てみましょう。これはまた有名な洞窟の聖母ですね。この上に奇妙な山が描いてあります。この山には見覚えがありました。私が謎解き始めた頃、最初に目をつけたのがこの山でした。カタトゥジューダですね。まるで核兵器で溶けてただれたような山々です。この山とダヴィンチの洞窟の聖母の中に書かれている山が大変よく似ていることに皆さんどうか注意してください。ただし絵ですから全く同じ、上の方がね、全く同じというわけではありません。これがカタトゥジューダです。すなわちダヴィンチはこの山を模して洞窟の聖母の絵を飾ったわけですね。まあ、他に似たような山があるならですよ、イタリア・フィレンツェの近くに、それはまた紹介してください。私が調べた限りありませんでした。で、ダヴィンチはですね、カタツジュータへ来ていたわけですね。その証拠がこれなんです。と同時に、ボールズピラミッドにも来ていたと。それが先ほどの受胎告知の絵であると。飛躍しすぎてるんじゃないかというふうに思われるかもしれませんけども、ここが南極、下へ行くと南極、ボールズピラミッドはここにあります。そしてナンマドールはここにあります。真上が北極ですね、当然。そしてタミューマシフという世界と言いますか、太陽系最大の火山がここにあります。ムー大陸がこの近くにあって、何かの形でね、沈んだということは十分考えられます。これがタミューマシフの火山です。巨大ですね。そしてカタツジュータは言うまでもなく拠点中の拠点ですね。ここから、隣のウルル、そしてマウントコナーをつなぎますと一直線上ですよ、タヒチのモリア島へと向かうわけです。このように全てが計算されていますが、これでまあ一つのなっていますか、ダヴィンチの描いた山の謎をまだこれで完璧というわけではありませんけども、糸口をつかんだように思います。そして最後にもう一言、ダヴィンチの描いた絵と、ウォルト・ディズニーの描いた山と、絵と、もう一度見比べてみてください。なぜ、ウォルト・ディズニーはですね、ダヴィンチの絵を真似て描いて、もう真似て描いたと断言していいですね。構造を見てください。下のような山。私が描いたんじゃありませんよ、右は。ディズニーですよ。なぜこれを悪魔の山としたか。その理由は、皆さんもうお分かりですね。ウォルト・ディズニーは、ダヴィンチの正体を知っていました。Thank you very much for watching and see you next time. Bye.
本土ウォルト・ディズニー作品として公開される美女と野獣の一コマです。で、これが野獣ということですね。頭の角に注意してください。この角はバホメットの角を表現していると私林浩氏は判断しました。なぜバホメットなのか。右がカペラ・シツィナの天井画として描かれている、まあ、ミケランジェロなる画家が描いたとされる、まあ、ヤギの絵ということになります。羊ではありません。そして左下が、リオナルド・ダ・ヴィンチなる画家が描いたとされるアンギャリの戦いの絵です。この絵の中には大変奇妙な動物、すなわちヤギが描かれています。このような形で1500年後のイエス・キリストはルネサンスの時代にミケランジェロという操り芸術家を通してですね、右上のヤギの絵を描きました。そして左下のやはりヤギの絵をですね、今度はレオナルド・ダ・ヴィンチという、まあ、操り人形芸術家を通してこのような絵を描きました。これからその事実を証拠を添えてゆっくりと証明しますが、ここに描かれているのは一人の神、つまりイエス・キリストということになります。そしてその心はフリーメイソンからさらにその上位団体のイルミナティへとつながっていきますが、なぜイエス・キリストはこのような像を自ら描いていったか、そこには深いイエス・キリストの思いが込められていると私林浩司は考えています。人は見かけで選んではいけません。同じように神を見かけで判断してはいけません。続く動画をどうかご覧になってください。Leonardo da Vinci and Michelangelo Buonarroti, both of whom were puppet artists for Jesus Christ after 1500 years in the Renaissance. Then both puppet artists left messages to us humans that Baphomet is Jesus Christ himself.Here it's my pleasure that I can show you the messages with which I prove that Baphomet is Jesus Christ himself with evidence. One thing is very clear and important, that you may not judge good people or evil people only from the appearance, nor you mayAbout God. ダ・ヴィンチにしてもミケランジェロにしてもルネサンスの時代に現れた1500年後のイエス・キリストの操り人形芸術家でした。そのダ・ヴィンチとミケランジェロは次のようなメッセージを私たち人間に残しました。つまりバフォメットはイエス・キリスト自身であったというメッセージです。この動画の中ではそのメッセージを皆さんにご覧いただくと同時に、証拠を添えてバフォメットはイエス・キリストであったことを証明します。ただ一つ重要なことは、人というのは善人か悪人か外見だけで判断してはいけないということです。神にしてもまたしかり。広林浜松シティジャパン。あのアルバート・アインシュタインはこう書き残しています。常識などというものはその人が18歳の時までに持った
偏見の塊であるとです。神を理解するためには、一度その常識をひっくり返してみる必要があります。今日の動画を進める前に、もう一度この事実を確認していただきたいと思います。何度も説明してきましたが、ここが今日のポイントの一つということになります。ミケランジェロなる画家が彫ったとされるペーター像です。このペーター像のイエスの向かって左側、右腕を見てください。奇妙なコブがボコボコとできています。これはイエス・キリストです。その腕にはこのようなコブがボコボコボコと表現されています。注意深くご覧ください。そして同じコブを持った人物を同じくミケランジェロなる画家が描いたとされる、カッシノの戦いの中に描かれています。向かって右下のこの人物、花冠をつけたこの人物です。この人物の左腕に注意してください。立てて反転して拡大してみます。そうしますと、この人物も同じように腕にですね、コブがあることがわかります。注意深くご覧ください。つまりこのような形で、1500年後のイエスはミケランジェロという操り人形芸術家を通して、左がイエス・キリストですから、右の人物もイエス・キリストであることを示しました。注意深く比較してください。この肘のところのコブ、そして上腕のヒレにも注意してください。明るくしてみますと、そのヒレがよくわかります。繰り返します。左がイエス・キリストですから、右もイエス・キリストということになります。そして同じコブ、ヒレを持った人物を、1500年後のイエス・キリストのもう一人の操り人形芸術家であったダ・ヴィンチなる人物を通して、1500年後のイエスはこのスケッチ画を残しました。同じようにヒレが表現されています。ですから、一番左がイエス・キリストですから、中央もイエス・キリスト、そして右もイエス・キリストということになります。もう一度繰り返します。左下がピエタ像です。イエスですね。そして右下で足の皮をベローッと剥いでいるのがイエス自身ということになります。こうして、コブとヒレで、まあこれらの人物がですね、繋がったということになります。で、2000年後のイエスということになりますけども、ここに描かれているのは、今から2000年前のイエス・キリスト自身と私、林博士は判断しています。というのも、カッシナの戦いの右下に書かれているこの人物と、そして右のダ・ヴィンチなる画家が書いたとされるこの人物は一致します。顔が同じです。二つに割れた顎。それから、まあ、頬、こけた頬、小さな耳、小さな小耳。そして、まあ、独特の鼻ですね。わし鼻。それから鋭い目。頬。それから耳の人のコブもやはり特徴ですね。そして、歯並びの悪い歯などが、まあ、2000年前のイエスの特徴ということになります。まあ、今から500年前にこれらの絵が描かれたということになります。つまり、左がイエス・キリストですから、右もイエス・キリストということになります。そして、その人物がカッシナの戦いの中に描かれています。繰り返します。頭には花冠をつけています。ここに描かれているのは12人の弟子プラスアルハですね。そして、水の中からはユダの手が外に覗いています。カッシナの戦いはそういう絵だということですね。つまり、左上のこの絵はイエス・キリスト、ダ・ヴィンチなる画家が描いたとされています。中央はカッシナの戦いの中のイエス・キリスト、ミケランジェロなる画家が描いたとされています。そして右がペーター像です。ミケランジェロなる画家が、芸術家が彫刻したと言われています。まあ、こうした芸術作品を1500年後のイエスが残したということになります。ここを確認してください。そして、左がイエス・キリストですね。そして、右は、やはり、ダ・ヴィンチなる画家が描いたとされるセント・ジェロームです。
この両者は違いがないという点で同じ人物と私、林博は判断しました。目尻の小さなイボですね。それから頬といった点を順に精査していきます。やはり小さな耳、小さな小耳。それから耳の下のコブ、こうしたコブですね。まあ年齢差は大きくあるように見えますが、基本的には同じ顔です。同じ顔ですね。そして小さな、まあ、小鼻ですね。それから耳の鼻の途中が膨らんでいる。歯並びの悪い歯。というふうに照合していきます。つまり、このセント・ジェローム、右のセント・ジェロームはですね、まあ私は500年後の、まあ、いわゆるまあセント・ジェロームを表したものだと思っています。あるいは1500年後のイエス自身の自画像だったということにも、とも考えられます。繰り返します。左は今から2000年前のイエス・キリスト、右は今から500年前のイエス・キリストと私、林博士は判断しています。まあこのような形でイエス・キリストはですね、ルネサンスの時代に、まあ、自分の自画像を残したということになります。レオナルド・ダ・ヴィンチなる画家は自分の自画像を1枚しか残さなかったというのは嘘で、彼が描いたと言われているほとんどの人物像は、自らの姿を、まあ、表したものだということになります。まあ、ここでは何を示しているかと言いますと、耳というのは大変個人差の大きい部位です。が、その耳についても同じだということですね。まあそうした点に注意してください。耳の下のコブ、大きな頬骨にも注意してください。つまりこれら両者は共にイエス・キリストであるということです。年齢差はあります。しかし同じだということですね。三白眼、鋭い目、細い眉毛にも注意してください。目尻のこの、なんて言いますか、小さなコブですね。それから目の付け根のイボも一致します。注意深くご覧ください。つまりこれは人物は同じということですね。このような形で1500年後のイエスは自らの自画像を残した。ここで注意していただきたいのは左の人物がイエス・キリストであるということです。この人物と同じ人物がですね、アンギャリの戦いの中に出てきます。繰り返します。左の人物と同じ人物がダ・ヴィンチなる画家が描いたとされるアンギャリの戦いの中で出てきます。それについてはこの動画の中でもう少し後に説明します。左の人物に注意してください。そして記憶に留めておいてください。まあ、ここではですね、左も右も、まあ、1500年後のイエスが自ら書き残した自画像であるという点です。そしてこれらの絵をもとにデータベースの基本が作られて、私たちが知っているあの老人のレオナルド・ダ・ヴィンチの自画像が捏造されました。ともかくも左上がですね、これが、ダ・ヴィンチの書いた、まあ、男ってことになりますよね。しかし、この人物に注意しておいてくださいね。そして、右が、アンドレア・デル・デロッキョの書いたセント・ジェロームです。やはり、全く同じ特徴を兼ね備えています。写真のように精緻に書かれています。これが、アンギャリの戦いです。舌で頭から血を流して倒れているのが、これが替え玉のイエスです。手には聖痕が描かれています。隠し絵、騙し絵の手法で書かれているわけですね。赤間のところに聖痕が描かれています。これは替え玉のイエスです。替え玉のイエスが図らずも処刑されました。それに起こった、まあ、本物のイエスがですね、ちょうど中央上で刀を振り上げています。左の人物も同じ人物で顔が同じです。注意してください。そして先ほどの私がイエス・キリストといった人物とアンギャリの戦いの中に描かれているこの男はですね、全く同じです。注意深くご覧ください。顔というのは違いがないという点で同じと判断します。注意深く判断して皆さん自身の目で判断してください。左は、イエス・キリスト自身ということになります。いわゆる、まあ、2000年前のイエスということになりますね。替え玉のイエスが殺されたのは今から2000年前です。そうして左がイエス・キリストですね。ですからこの左上の人物は今から2000年前のイエス・キリストということになります。そしてそのイエス・キリストが左に描かれていますね。繰り返します。これは替え玉のイエスです。頭から血を流しています。替え玉のイエスは殺されています。そして手には聖痕があります。赤丸で囲いました。ここが今日の第2の重要なポイントですから、注意深くもう一度確認しておいてください。つまり、この替え玉のイエスが殺された時の、イエス・キリスト自身の顔が左に描かれているということですね。
この左の人物が後で重要なキーワードとなります。キーポイントとなります。そして右上の黄色い枠で囲ったのは私はローマ兵だと思っています。ローマ兵の兜を被っています。そして繰り返しますが、この人物、左の人物と中央の人物を比べてみてください。違いがないという点で、この人物は同じ、すなわち右がイエス・キリストでしたから、左の人物もイエス・キリストということになります。繰り返します。右がイエス・キリストでしたから、左の人物もイエス・キリストということになります。この左の人物がバファメットイコールイエス・キリストであったという重要な証拠となります。さて、冒頭でお見せしました、絵をもう一度見ていただきます。一般にはこれがイエス・キリストと理解されています。そして右がバファメットです。見るからに恐ろしい形相をしています。悪魔、サタンと位置づけられています。まあ世間ではですね、悪魔教と言われています。しかし、右こそが1500年後のイエス・キリスト自身の、まあシンボル的な肖像画ということになります。それをこの動画の中で証明します。ここで重要なことは、常識というのは18歳の時までに作られた偏見の塊であるというあのアインシュタインの言葉です。つまり私たちは常識という偏見の塊であるということですね。まあ人間というのは外見だけで判断してはいけないということです。神もまた叱りということになります。話を先に進めます。ミケランジェロなる芸術家が彫刻したと言われているペーター像です。もう一度ペーター像に注意してください。向かって左側、マリアの今度は右手に注意してください。中指と薬指がくっついています。Hand of Signum です。マラノの手と呼ばれています。マラノというのは隠れユダヤ教徒の別称でした。ユダヤ教はカトリックの迫害を恐れて、表向きはカトリック教徒のふりをしながら、陰でユダヤ教を信仰していました。マラノの手です。現在の法王は、その、まあ、その、この流れを組むですね、マラノの流れを組むイエズス会のメンバーです。中指と薬指がくっついている点に注意してください。これがマラナス、いわゆるシグナムマラーノです。マラヌスの手と呼ばれています。まあ、イルミナティ、それから、イエズス会のシンボル、的なハンドジェスチャーです。そのハンドジェスチャーをですね、ミケランジェロがペーター像の中に表現していたということです。イエズス会というのは、イエスの仲間の会という意味です。マリア教徒化したカトリック教に対抗して、イエスはこのような形で自分の立場を表明したということになります。これはベロッキオとダヴィンチの描いたイエスの洗礼の絵です。中央に立っているのは替え玉のイエスです。向かって右にいるのはヨハネと言われていますけども、この人物はマラヌスの手を表現しています。このシスティナ礼拝堂の神もやはりシグナム・マラノの手をしています。中央の神に注意してください。中指と、薬指がくっついています、向かって左側の女性は後で言いますけども、サバジオスの手を表現しています。まあともかくも、マラヌスの手を表現しているということですね。そしてこの紙も両方とも、マラヌスの手を表現しています。注意深くご覧ください。ミケランジェロを通してですね、1500年後のイエスはこのような形で自分の立場を鮮明にしました。アンチカトリック、アンチマリア教にという立場を鮮明にしました。中指と薬指がくっついている点に注意してください。サバジオスの手について説明しておきます。ペーター像に話を戻します。ペーター像の向かって左側、マリアの右手は、マラヌスの手を表現しています。そして向かって右側、マリアの左手はサバジオスの手を表現しています。サバジオスというのはトルコ中部の古代の神です。トゥニシアンの神です。その神を、フリジアンがバビロニアにもたらしました。
右がサバジオスの手です。蛇が絡んでいますから、見にくいかもしれませんけども、このサバジオスの手をマリアの手が表現しているということですね。つまり、トルコの古代の神だということです。これがサバジオスの手です。そしてこれがサバジオス、ジオスです。手に注意してください。三本指を伸ばし、そして、薬指と小指を曲げています。これが神のシンボル的なハンドジェスチャーということになります。で、サバジオスについて簡単に説明しておきます。これがサバジオスですね。神の中の神ということになります。フリジアンとトラシアンですね。の父なる空の神を意味するということですね。イタリア在住の研究者の方によれば、フリジアンではなくて、トゥリシアンの神だということですね。そしてそのジオスが後のゼウスにつながっているという説もあります。ともかくもサバジオスというのは神の中の神ということになります。そのハンドジェスチャーをペーター像の中のマリアが表現しているということですね。そして同じくレオナルド・ダ・ヴィンチもサバジオスの手を随所で表現しています。左の子供はこれは餌です。右の子供がヨハネと言われていますけども、これが、神の子ということになります。手のハンドジェスチャーに注意してください。3本指を伸ばして、2本曲げてますね。左はこれロンドン版ですけども、やはりサバジオスの手を表現しています。つまり、この子供こそが神であるという証拠になります。左の子供は繰り返しますが、まあ、別のところで証明しましたが、餌です。ペーター像のマリアは、右手でシグナムマラノ、そして左手でサバジオスの手を表現しています。そして、そのサバジオスの手に注意してください。バフォメットもやはりサバジオスの手を表現しています。つまり、バフォメット自身も神であり、そしてイエス・キリストであることを示しています。ハンドジェスチャーに注意してください。三本指を伸ばし、そして二本の指を折り曲げています。そしてダヴィンチなる画家もですね、随所でイエス・キリストの手を表現していますが、この手に注意してください。サバジオスの手です。こうしてサバジオスの手で、バフォメットとイエス・キリストがつながりました。が、皆さんはこの程度では満足なさいませんね。バフォメットが真似をして、まあ、神のハンドジェスチャーをしている。というふうに考える人もいるかもしれません。そこで先ほど言いました。レオナルド・ダ・ヴィンチが書いたとされるアンギャリの戦いにもう一度注意してください。イエス・キリストですね。バフォメットですね。中央がバフォメットです。そして右がペーター像です。皆、サバジオスの手を表現しています。そしてポーズも大変よく似ています。やや向かって左側の右腕を上げ、そして向かって右側の左腕を下げていますね。まあ、基本的なこれがポーズだということです。では、この動画の核心部分を説明します。これら三者は皆共通してサバジオスの手を表現しています。そして中央のバフォメットに注意してください。同じくサバジオスの手を表現しています。そのサバジオスの手のひらの中心に奇妙な動物が彫り込まれています。明るくしてみるとそれがヤギのような動物であることがわかります。そのコンセプトはバフォメットと一致します。注意深くご覧ください。つまり、バフォメットは自らを、まあ、このような形で表現したということになります。そして、神聖な礼拝堂の天井画に注意してください。ミケランジェロなる操り人形芸術家が描いたとされる神聖な礼拝堂の天井画です。その随所には奇妙な動物が描かれています。一応、羊ということになっています。が、これは羊ではありませんね。注意深くご覧ください。反転してみると、それはまさしくバフォメットの顔となります。バイ・林博士です。つまりこのような形で、ミケランジェロもダ・ヴィンチも、そしてバフォメットも、ヤギのような動物を共通して表現したということになります。注意深くご覧ください。これが今日の核心部分です。右はサ
サバジオスの手のひらに描かれていたヤギのような動物ということになります。では、これら三者は誰かということになります。そこで先ほど説明しました、レオナルド・ダ・ヴィンチなる画家が描いたとされるアンギャリの戦いを思い出してください。これがアンギャリの戦いです。舌で頭から血を流し、息絶えようとしているのが、これが替え玉のイエスです。手の甲にはですね、聖痕が描かれています。それに起こった、まあ、今から2000年前のイエス・キリストが左上に描かれています。この人物はイエス・キリストでしたね。そしてその胸に注意してください。その胸にはこのような動物が描かれています。ヤギのような動物です。注意深くご覧ください。この動物と上三者は同じです。つながります。つまり、先ほども説明しましたように、下の人物は今から2000年前のイエス・キリストということになります。そのシンボリックな、まあ、動物がこの動物ということになります。この動物を介して、上三者は実はイエス・キリストであったということを示しているということになります。つまりこれが証拠だということですね。つまり、アンギャリの戦いの中に描かれているイエス・キリスト自身が、まあ、証拠だということになります。こうして4者が繋がります。つまり、これはイエス・キリスト自身、もしくはイエス・キリストを表すシンボリックな動物を、まあ、ディフォルメした、まあ、神ということになります。少なくともバフォメットはイエス・キリストということになります。人は見かけで判断してはいけませんね。善人悪人を見かけで判断してはいけませんね。神もまたしかりということになります。イエス・キリストは自らを向かって右側のような醜悪な自分を表現することによって、まあ見かけで人を騙さないという、まあ、姿勢をこのような形で示したと私、林博士は判断しています。が、それは同時にイエス・キリストの私たち人間に対する優しさであったかもしれません。いかがですか？が、その事実をもう一人知っていた人物がいます。それがアメリカの初代大統領、ジョージ・ワシントンです。バフォメットを中央に置く俗に言う悪魔教です。が、悪魔ではありません。イエス・キリスト自身です。そのことをジョージ・ワシントンは知っていたと思われます。ジョージ・ワシントンはこのバフォメットを信仰していました。左がジョージ・ワシントンの像です。注意深くご覧ください。ジョージ・ワシントンです。このジョージ・ワシントンはですね、自らをバフォメットに似せてこのようなポーズをとっています。左がジョージ・ワシントン、右がバフォメットです。上半身裸でポーズは同じです。そしてジョージ・ワシントンの手はですね、はっきりしませんが、ワシントン記念館へ行けばわかると思います。その手はサバジオスもしくはシグナム・マラウノの手をしています。バフォメットの中には、シグナム・マラウノの手をしている像もあります。ともかくも、ジョージ・ワシントンはそのことを知っていたと思われます。そしてそれがイルミナティへとつながっています。フリーメイソンの上位団体であるイルミナティです。イルミナティの公式ホームページを翻訳しておきました。この惑星における世界の指導者。全体として人類のさらなる繁栄を目指し、とあります。簡単に言えば、フリーメイソンの上位団体ということになります。そして、その精神は、現在のアメリカへと引き継がれています。アメリカの1ドル札の裏には、Eye of Prometheus、プロメテウスの目が表現されています。I am watching。私は、あなたを見ていますよという意味ですね。そしてそれがバフォメットへとつながっているということになります。バフォメットはイエス・キリスト自身でした。あるいはイエス・キリストを表すシンボル・マークでしたね。この左の枠の方はですね、
シグナム・マラヌを表現しています。マラヌスの手です。右は、サバジオスの手です。こうして繋がっていきます。そして、現在のアメリカの指導者たちも、やはり同じようなハンドジェスチャーを時々見せています。まあ、このような形で、現在のアメリカに繋がっているということです。バファメットイコール1500年後のイエス・キリスト説 by 林博士ということになります。Bye for now. Gnostic website writes about Walt Disney as follows. Not many people are aware that Disney was a member of the secret occult group Gnosis and Alchemy, known as the Ancient Mystical Order Rosae Crucis, aka the Rosicrucians.グノーシスサイトはウォルト・ディズニーについて次のように書いています。ウォルト・ディズニーがグノーシスとアルケミー、つまり古代神秘主義集団ロザエ・クルーシス aka ロジ・クルーシアンと呼ばれるカルト教団と知られている団体の隠れ信者であったということはあまり知られていない。And he was said to have completed all the teachings of the order. With his secret knowledge, Walt Disney created one of the most popular theme parks and film studios in all the world. ディズニーはその競技を完璧に完成させたと言われている。つまりその知識を持ってウォルト・ディズニーは世界中にあのテーマパークを作り上げ、映画会社を作り上げた。 A business that was primarily based on the magic he learned from the teachings of the occult. Many of these occult myths and dramas are played out in Disney filmsSuch as Alice in Wonderland, Cinderella, Sword in the Stone, and even the modern masterpieces such as Brave, Frozen, and Maleficent. ディズニーのあの魔法がかった映画は基本的にはそのオカルト教団の教えから学んだ魔法に基礎を置いている。そしてそのオカルト神話は不思議な国のアリス、シンデレラ、王者の剣、さらには最近の作品としてはブレイブ、マレフィセント、オーロラ姫などにも反映されている。A magical formula he used to captivate and influence people from all around the world is still used to this very day.Like the Rosicrucians, the Freemasons are the secret keepers of Gnosticism and Alchemy. ディズニーが用いたこの魔法方式は、今日まで世界中の人たちの心を捉え、影響を与えている。ロシクルーシアンのように、フリーメイソンはグノーシス主義の秘密結社ということになっている。 The Masons would primarily be the branch dedicated to materiality in which the order
attracts those brethren who seek to network and move to the top ranks of society, while the Rosicrucians attracts the more spiritualistic type people whose main goals are advancing their spirituality. 言うまでもなく、メイソンは基本的には物質主義を信奉する団体であり、その中で社会のトップ集団でのネットワークの形成を目論みながら、その一方で神秘主義的な人たちをも魅了し、そしてその目的は彼らの精神性の発展にあると。で、そのグノーシス主義についてウィキペディア百科事典は次のように書いています。グノーシス主義またはグノーシスというのは、1世紀に生まれ、3世紀から4世紀にかけて地中海世界で勢力を持った古代の宗教思想の一つである。物質と霊の二元論に特徴がある。普通名詞としてのグノーシスは古代ギリシャ語で認識・知識を意味する言葉であり、グノーシス主義は自己の本質と真の神についての認識に到達することを求める思想傾向を有する。またグノーシス主義は地中海世界を中心とするもの以外にイランやメソポタミアに本部を置くものがあり、ヘレニズムによる東西文化の異教シンクレティシズムの中から生まれてきたものと伝えられている。代表的なグノーシス主義宗教はマニ教であるが、マニ教の場合は紀元15世紀まで中国で存続したことが確認されていると。以上がウォルト・ディズニーの基本的姿勢であったということになります。で、この動画の中ではガイダンスとして4本の作品を紹介しています。それらの4本の作品についてはこのシリーズの中で皆さんに紹介しますが、要するに現実主義、物質主義とそして神秘主義の融合がウォルト・ディズニーの作品であったということになります。で、結論ということになります。私たちは私たちの社会で、世界で知らないうちに何かの宗教を信じているということになります。私は無神論者だと言いながらも、結局はその宗教の中に取り込まれているということになるのではないでしょうか。それが良いとか悪いとか、そういうことを言っているのではありません。宗教というのはもともとそういうものであるということではないでしょうか。ウォルト・ディズニーという芸術家は一体人間にとって何であったのか、今一度皆さんと一緒に考えてみたいと思います。そしてそのウォルト・ディズニーがですね、グノーシス主義者あるいはグノーシス宗教の信者であったという証拠の写真をここに紹介しておきます。Bye for now. Never judge people or anyone by appearances. Looks can be deceiving, or a rich heart may beunder the poor coat. A wise man writes that, I've learned people will forget what you said, people will forget what you did, but people will never forget how you made them feel.
Then I say that judge people how they have made you feel now. How do you feel him or her in your heart? Judge people how they are in your heart. So is the same about God. You may judge God by his heart. どんな人でも見かけで判断してはいけませんよ。見かけだけでその人を判断すると失敗しますよ。つまりね、見かけが悪い人ほどひょっとしたら心の中は豊かということかな。で、ある賢人はこう書いていますよ。私はこんなことを学びましたよ。つまりね、人というのはあなたが言った言葉は忘れるでしょう。あなたがしたことも忘れるでしょう。でもね、あなたがその人をどう感じさせたかということについては忘れないものですよ、と。で、私はこう思うのです。つまりね、人を判断するときはその人があなたをどう感じさせたかで判断しなさいよ、と。心の中にいるその人はどんな人かな？その心の中にいる人を見て判断しなさいよ、と。人だけではありませんよ。神もまたそうですよ。神もまた見かけで判断してはいけませんよ。神を判断するときもあなたの心の中を見て判断してくださいよ。広し林、浜松シティ、ジャパン。Thank you.